こうして登山と山の中のキャンプを絡めたツーリングをこうして楽しむことができています。しかしまだもう少し時間があります。四国で同じようなことができる場所がもう一つないでしょうか。あります。それは剣山です。剣山もかなり高いところまで登って、そこから山の上まで登ることができ、しかも中腹にキャンプ場があるという、大変あつらえ向きなそういうところがあります。それで今日はそちらの方面に向かっていきたいと思います。でもまずはこの爽快な道、亀ヶ森林道を楽しんでいきたいと思います。去年撮ったのと同じ場所でお写真を撮って、同じ場所だなぁなんていう風な感じで見ていました。この明るい新緑のトンネル、やはりこの時期は最高に気持ちがいいですね。この道の駅には実は温泉があります。とは言っても11時からです。まだ少し時間が早いので、ここではトイレを借りるだけにしました。山から降りてきて、山のキャンプ場にお風呂はありませんので、こういうところを探していくっていうのは結構大事ですね。でもここは使うことができませんでした。ここからは鮫浦ダム方面に向かって走っていきます。吉野川源流に近い深い谷の中、こんな景色も眺めることができました。四国の水がめと表現されることもあるこの鮫浦ダムですけれども、この水を実は香川県などに売ってる、高知は売ってるということになりますね。この道の駅にやってきました。ここに、お風呂はないんですけれども、実はコインシャワーが用意されています。ここで少しゆっくりしたいと思います。この荷物の詰め替えに意外と時間がかかるんですね。でもお昼近くなりましたので、この時間でお昼にしたいと思います。使いました439号を通っていきます。この四国の山の中では結構貴重なセルフのスタンドがここにありましたので、ここで給油をしてから出かけていきます。
越えをしまして宮谷方面に向かっていきたいと思います。となってしまって、寄らなくてもいいかなという感じの場所になってしまいました。そのままこの山の方に入っていきますと、剣山方面に登っていくことができます。会長に登っていたんですけれども、時間帯の規制通行止めがありましたので、いい休憩時間になりました。このぐらいの時間帯になりますとみんなが降りてくる時間なんですけども、そこをこう登っていくっていうのなんかいいですね。登山口がある美濃輿までやってきました。